あれ、あの人は確かランチさんだ。なんであんなところに突っ立っているんだろう。どうしたんですか。あなたは。あ、僕ですよ、ご飯です。え、ご飯さんなんですか。どうしてまたそんな格好を。いろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。まあ、正義の味方さんですか。ところでランチさんはここで何を。ああ、そうでした。今困っていることがあって、それでブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、ちょうど出かけているみたいで、戻ってくるのを待とうかどうしようかと考えていたところなんです。そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。それは助かります。でもいいんですか。ええ、構いませんよ。僕もブルマさんに用があったんですけど、不在みたいですし。さあ、この正義の味方グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。まあ頼もしい。ちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんです。え、実は私、修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですが、その畑から化け物が出てきて畑の近くの村を襲い始めちゃったんです。そりゃ大変だ。僕はその化け物を倒せばいいんですね。はい、お願いします。村の場所はここです。わかりました、すぐに向かいます。ランチさんは危ないからここで待っててください。そうですね、私はここで。それじゃ行ってきます。天津庵さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったんだな。